あのさ、はい、社会実験よ。社会実験、美和、はい、ちゃんなしで穴ブース版やったらどうなる。あ、ね、あ、じゃあサムネイル画像もこの画像にしましょうよで、みんな右しか見てないで、右誰も俺の半分いないですね。壁とスイッチしかないけど、どうする、うん、ミヤちゃんがいなくて、うん、果たしてみんな見てくれるんであろうかという。買った日ね、それもね。そうやね、うん、ほんまや、いい社会実験ですね。24時間後には果たして再生回数はどうなっているのか。そうやろ、うん、おそらく悲惨な数字やと思う買ったのに、はい、勝ち負け関係ないから。ああ、そうなんですね。ミヤちゃんを見たい。ああ、そんなもんなんですね。そんなもんやで、世間は。ああ、うん、なるほど、女子は強いですね。いや、もうほんまに、もうなんか美和ちゃんしか見ていませんとかね、うんうんうん、そういうコメントもしょっちゅう来るからしょっちゅう来るんですか。もうバッドボタン押したいんだけど、はい、まあまあでもね、その素直な意見ですね、それは。素直すぎるやろ。素直すぎる、忖度なしな意見ですね、うん、そうそう、世の中には忖度とか建前とかそういうものあるやろ、もっとな、世間生きていくためには、はい、だいたい美和ちゃんがおれへんから全然誰も見えへんっていうのはおかしい。おかしい、うん、でまあ前半部分でいなかったけど今帰ってきましたねこれみんな今全部スキップしてるやん、ここ。いやいやいや、スキップしないでください。どうぞどうぞ。ここからみんな見るねん。そうそうそう、まあ、とりあえずサムネイルは美和ちゃんなしがバージョンでやりましょう。そんなじゃ誰も見えへん。もうほんまに全員いいのかな。いや絶対見えへん。見てください、ね、社会実験気になりますねそんなん、そうやろ、うん、ほんまにもうなんかね。まあ、おかわり。戻りました。はい、戻ってきました、はい、もうちょっとね、まあ、ずっと回ってたの最初は、うん、神戸さんがいない時も早速始めるんだけどそうですね、昨日一遍社会実験してみようと、はい、みやちゃんなしでどうなんやろと思ったら、うん、やっぱり普通に始めます勝ちましたまあ、しびれる試合だね。いやいやいや、そうね、しんどい試合やけどね。これを勝ち切ったのはすごいですね。まあ、相手伊藤投手がていうかさ、はいはい、ファイターズ強いよな。いやいやいや、強いよ、普通にな、ね、強いね。何な位置にいるのか分かんないですね。だから野球って怖いね。ちょっとなんかこう歯車がこうっていう感じや。でもそうなんでしょうね、うん、ちょっとっていう。いやだ、ほんと今パリーグでそんな楽勝なとこないもんね。ないないない、ほんまにと思うわ、うん、だからファイターズも強いなと思った3連戦でした ね、うん、結果は2勝1敗でしたけど、うん、もう紙一重やもんね、昨日今日はね、はい、ほんまやな。近藤健介の抑え方っていう本なんかYouTube 載ってますよね、近藤健介の抑え方って YouTube 個人的にね、うん、もう近藤選手の抑え方ってすごいね。ねえ、毎試合マルチアンダーよ、うちの試合もね。選球眼もいいですしね。そうやな、まあ、知らん間に出塁率も4割軽く超えてるし、ね、まあ、じゃあもうタイトル争いも、まあ、タイトルまではいかない、4割ちょっと超えたところで4割2分ぐらいが上でしょ、吉田選手と ね、 森選手ね、うん、そこなんでね、まあ、でも毎年4割ねえ、うん、4月5月ぐらいであんまり調子よくなかったやんか、うん、そっからもうぐっと上げてきて、もう気がつけば3割手前やん。もうこの3連戦めっちゃ打ったんじゃないですか。だから7本やばそうだね7あんない232や232。それもさ、ラッキーヒットちゃうやん、もう完璧な当たりばっかり、うん、しかも変化球も待って捉えますもんね。それを逆方向に、それを逆方向っていうだけじゃなくて、それを外野の頭こすやろ。いやいやいや、入るかと思いました。連直でしたからね。すごいな、もうほんますごいわ、近藤から。まだ若いのにね、近藤選手。あ、若いんですよね。若いんですよ、実は、はい、何歳ぐらい。だって音坂さんと一緒だから26、27ぐらいですね。めっちゃ若いな。まだまだいけるんですよね。そうか、ということは FA はもうすぐちゃうの。ああ、かもしれないですね。出始めも早かったんでね、うん、だってもうずっと早い段階からね、うん、もともとキャッチャーだもんな、うん、横浜高校キャッチャーでした。そうだから、あのキャッチャーじゃなかったらもっとデビューは早かったんちゃうかって栗山さん昔言ってたから、ね、そうなんですか。出始めの頃ね、そんなに。で、まあそれからキャッチャーからも出た時には山本りか山本しそうサードとかやってましたね。そうなんです。近藤特集以上です素晴らしい、ほんま尊敬するプレーです。すごいですね。すごいな、はい、あれだ強いわ。まあでもオリックス勝ったからね、すごい、よかったな、ね、うん、よかったよかった。今日あの浜野さんで僕代役やったんよ。あ、急遽やったんですね。で、急遽も芸座にも来てもらってね、ごめんね、ありがとうね、はい、ありがとうございます。はい、浜野さん、浜野さん大名人って呼ばれてるね、はい、
中で代わりに大前ってやっぱりと言われて腹立つやん、うん、それは腹立つね、うん、そうですよね。 J スポーツのあの番組表の予定は浜野さんでしたもんね。もうツイッターを見ても今日は実況大前か、まあ、まずここまず呼び捨てね大前か不安でしかない勝手に不安に思っとけよそんな感じだったんですか、はい、いやもうあんな不安でしかないでもいいんだよそんなコメントね、まあ、ですね、うん、まあ思い切りそのくらい不安があった時に買ったら嬉しいやろみんな、うんうんうん、そうやね、ね、うん、はい、まあ、来週またえでも俺またごめんな土曜日を福岡で実況大前さん土日実況でしょ、うん、でまたその次のロッテ戦もありますもんね。ロッテ戦3つ目実況です。おじゃあもうここはもうシーズン終盤大前さん実況が浜野浜野大前やから。お浜野さんで2勝して僕やから気が楽やで浜野さんもう負けたらもう勝ち越しかみたいな、まあ、ロッテ戦やからねロッテ戦ね、うん、あそんなんでね、で、来週またここでめちゃもうでも少なくなってきたよ。でもですね、あと6試合やね、6試合かホーム、はい、そっか、ロッテ3つと楽天3つ、楽天2つと西武、西武が最後21日最後の西武戦やな、はい、そうなんです。そうや、それは僕やシーズンの最終戦いつも大前さんですもんね。なそういうわけじゃない、たまたまね。あ、ほんまですか。僕がやらせてもらったこの3年間はそうでしたわ。そうや年間、そうや、はい、最近はそんな多い、うんうん、もう6試合よ。うん、あっという間ですね。あっという間だよな、本当な。あっという間、この間だって始まったのにな、ね、すぐ終わっちゃった。まだ終わってないけど、すぐ終わっちゃってるね、わかるわかる。そう、今日で青がね、はい、言ってたもんな、うん、まだシーズン終わってますが、抜かれんように頑張ります、うん、20本打ち欲しいですからね。そういうことになって、今19本差やからね、うん、20本打ったら逆転されるぞ。そうそう、20打席はあるわけですからね。ありますね、はい、あります。いや、面白いインタビューだったね、今日はね。いやいや、まあ、もや選手、まあ、杉本選手も、もや選手ってかっこいいですね。あの表情、あのニコッとした時の表情、かっこいい、ね、かっこいい、爽やかさもありますね。爽やかさがある。あ、そう、うん、あれ、僕だけかな、思ったいや、なんか難しい顔して野菜選んでるで、スーパーで。あー、ちょっとその姿は、その姿を見たことないから、あれでしたけど。まあ、難しい顔して、なんか野菜選んでるんです、ね、好き嫌いあるんかな、それかあれかな、見る目があるんですかね、この野菜よりこっちのが熟してるみたいな。どっちが大きいか、ちゃんとコストパフォーマンス、そうそう、そういうこと、そういうこと。はい、じゃあ、みやちゃん、はい、今日、まあ、勝って、あと6試合ね、はい、ということで頑張りましょう。はい、はい、お願いします。大前さん、はい、カレー買ってきました。あ、カレー買ってくれたん今日はい、まだ俺そんなん全然やってないけど、カレーちょっとじゃあミヤちゃん用の、はい、大前さんごめんなさい、大前さん食べれないって言ったんで4つ買ってきて、僕は全然いいです、すいません。今日カレー買ってくれました。はい、佐野さんがカレー買ってきてくれました。カレー担当みたいなまず、うん、何、はい、いろんな種類ある。北極星ビーフカレー。北極星有名ですよね。うん、はい、洋食屋さん。そうそう、洋食屋さんの有名な。はい、大阪にあります。はい。はい。はい、次。いろいろある。生姜とフルーツのキーマカレー。絶対美味しい。絶対美味しいという声が聞かれましたね。はい、続いては。次。はい。続いては。カレー美味しい。あ、カノヤ海軍航空カレー。いや、これ有名有名、美味しいらしいですよ。海軍カレーは。うん、昔あの 海軍のね、海軍の航空カレー、海軍の航空部隊ってありますからね、空母から出ていくでしょ、ね、はい、鹿屋基地ですわ、ね、うん、あの鹿児島県のね、読める、いや読みます、これは、ね、まあ、いやもう俺、カンペの俺漢字力ちょっと不安があるね、ほんまに。鹿屋はあの桃太郎電鉄っていうゲームで覚えました。あ、桃鉄で昔ね、はい、鹿屋で覚えました。これ神戸さんにと思ったんですけど、兵庫県警察災害と出た救助隊のこれね、これはで、いや、もちろんもちろん、これ何でしたっけ、県警でしょ、はい、これ兵庫県の消防隊の方もあるんですよ。ああ、そう、はい、美味しいらしい、これ兵庫県の消防隊、兵庫県やったと思いますよ、このシリーズです。なんせ消防って県じゃなくて各市町村の形じゃないですか。なんか忘れましたけど、警察は県警単位ですけど、確か市単位でしょ、はいはい、消防局、県じゃないの、消防署はね。そうですね、なんせこの赤いバージョンで消防隊もあるんやね、神戸市かもしれない、神戸市かもしれない、もしかしたら神戸市消防局っていうやつかもしれません、うん、はい、すごいな、こんな4つを買ってきました。じゃあ、もう僕が選ぶわ、もう、うん、もう、はい、
フルーツ系が好きやって言ったからね、はい、甘いキーマカレーが好き、ね、キーマカレーが好きです。それでもそんなカレーはないと思うんで、キーマカレーですほんで、お前どっちがいい？カレー好き？カレーは好きです、はい、もちろんです。あの海軍航空カレーの方ありがとうございます、はい、じゃあ北極で北極星美味しいよね。北極星美味しい、伝統の味やもんね、はい、そっちがいい？いや僕は絶対表現がいい。 MCC の方が僕は地元で地産地消したんで。 MCC って深入り工場あんねん、神戸の東の中にはい、そうなんですよ、なあ、はい、神戸の有名です、あの六合行くところな。そうです、そうです。そこでバイトしてた？そこはバイト、あ、その近所でやってましたけど、そこではしてないです。MCC は美味しい。 MCC 美味しいですよね、このカレーもね。あの例えばこのホテルのね、うん、あのカレーとかあるやん。ありますあります。レストラン、はい、ああいうとこもここだ。あの大前さんがお好きなオリエンタルホテルのカレー。そうそうそう、ここもですよね。あるよな、そうだね。あ、じゃあ兵庫県。あ、お願いします。それはもう今神戸市のなんかあれやってるねんから。あ、そうですね、兵庫県でちょっと違うんですけど、はい、あの地産地消します。地産地消してください、うん、ね。あのあれ二段階右折線と怒られてました、ね、するつもりなんですけどね。兵庫県警察、そこにね、警察に手振ってドゥムって言ったら捕まってたって、うん、お疲れ様ですって言って、ね、知らんかったんですよ、そこは二段階右折線、ね、消えかけててんな、はい、するつもりやったんですよ、うん、でも結果的に捕まってた。いや、兵庫県の警察ですね、はいはい、ということで、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。これ、こういう僕みたいな人も食べれるカレーってあったらいいかな。いや、なんかあったらいいですよね。うん、あるんちゃうんかなって。きっとね、そんなカレーは美味しくないぞ。あと多分高そうですよね。いろいろ削っていった関係で。ああ、そうなんですよ。カレーって手軽やからいいのにね。そういうことやね。ソウルフードやけどな、うん。はい、じゃあ、みやちゃん。はい、どうぞ。今日の晩ご飯か。ちょっと待って、今もう10時前です。これから帰ったらもうおそらく12時とかです。ちょっと待って、みやちゃんはそもそもいつも飲食紹介してるあのご飯食べてるんじゃない？いや、今日とかは食べてない。あ、今日食べてない。はい、たまにいただきます。あ、今日は食べてない。はい、はい、で今日は自分で買ってきたパンを食べました。で、これどうすんの、このカレー。これはいただきます。いつ食べる？今日の晩。今日の晩食べるそうです。おお。よっしゃ。結構時間かかるんですからね。いや、3分ぐらい。あ、ほんまや。レトルトや。あ、電子レンジ。電子レンジもいいよ。でもね、電子レンジよりも温めた方が絶対おいしい。湯煎の方が絶対おいしい。これはほんま湯煎で。湯煎で。そうそう。5分ぐらいかかると思うけどな、湯煎やったら。そうか。そうそう、それで全然ね、おいしいから。これほんまそうなんですよ。今日帰って食べてみて。食べてで、また感想聞かせてみて、ちゃんと感想皆さんに、あの、ちゃんとあの提供スポンサーの佐野ちゃんに報告するように。はい、わ、はい、かりました。 MCC さん今度これで MCC さん。でも MCC ってすごいな。すごいですね、いろんなやつありますね。 MCC 結構いろんなね。あの、もともとあの今はレトルトがメインやけど、私缶のね、はい、あ、そういう会社やったんですか。缶に入ってたカレーの。あー、じゃあの緊急事態用のご飯を作ってはったとか、そんな感じなのかな。いや、もうもっと昔からありますけどね。もっと昔からですか。もうちゃんとした会社ですよ。そうなんですね。 MCC 食品ですね。これもカレーのイメージが強かったです。そんな感じです。缶詰ってそのカレーの缶詰よ。あ、カレーの缶詰。はい、そんなんがあるんですか。だから、ね、そんなん昔多かったな。ね、レトルトも少なかったな。あ、そうなんですか。はい、それは知らんかった。知らんこと多いな、缶詰。それはちょっと。本当に多いです。時代とかの問題ないと思いますよね。スーパーって普通に売ってるよな、缶詰のカレーって。カレー。ほんま、もう、いや、もうほんまにみんな知る。やっぱりさ。これをジェネレーションギャップで済ましてたらあかんねやったら、ね、やっぱり世の中知らんことが多いやつが多すぎる。世代とかじゃないの、物事知らんせ、本も読まへんしね。あかんわ。まあ、やめてもあかん。だからあかんねん。